夜東京には10センチを超える積雪がありました。朝起きれば街並みは白く、全ての音が吸い込まれていくようでした。ならば今宵後楽園ホールのメインイベント、その熱気に吸い込まれてみましょう。94年新春ジャイアントシリーズ最終戦、メインイベントを迎えました。94年のファーストシリーズラストマッチ、凱歌を挙げるは正規軍か、はたまた超世代軍か。田上明、川田俊明、画面が捉えております。すでに淵場定は早々とリングイン。ゆっくりと今川田俊明入場いたしました。青コーナー正規軍。さあそしてホールに始まりホールに終わる新春ジャイアントシリーズ、21世紀に語り継ぐプロレス、闘争本能のギブアンドテイクだ。勇気をもらってください。そして声援を送ってください。寒い夜だから明日を待ちわびて、超時代軍プラス馬場、答えは超時代軍。ジャイアント馬場、三沢光さん、小橋健太組、この馬場が三沢のテーマで今リングイン。60分の一本勝負、メインイベント6面タッグマッチを迎えました。五色のテープがこの四角いリングを優しく包み込みました。赤コーナー馬場軍団、そして超世代軍、こちらが青コーナー正規軍、奥が川田俊明でありました。94年のファーストシリーズのラストマッチであります。こちらが田上明、不屈不屈の精神の持ち主。手前がジュニアチャンピオン淵正信。今和田恭平レフェリーによりますボディチェックが行われております。3対3、6人が火花散らすスタンディングポジション。若干口元に笑みを浮かべているのか自信の表れか。ジャイアント馬場、そして真ん中三沢光晴、右オレンジクラッシュ小橋健太。ならばまずはこのシリーズ最後のゴングです。60分の一本勝負の始まりだ。先陣を切るは正規軍は、どうやら淵正信か、そして超世代軍馬場組からは誰が出るんでしょうか。小橋健太です。どうやら小橋健太です。さあ木槌よ、ゴングの眠りを覚ませ。一言二言小原と志明が淵にアドバイスを送っております。さあ淵が出るのか、それとも川田に変わろうとするのか。さあ今ゴングです。おー、川田が入りました。川田 VS 小橋健太、さあ組み合いました。サイドのヘッドロック、いきなり四天王対決だ。ショルダータックル、譲らない譲らない、ショルダータックル。小橋が縦横無尽に走る。川田ダウン、川田ダウン、ショルダータックル。これ見逃しのキック、川田俊明抱えたボディスラムだ。そしてサッカーボールキック、早くも眉間にシワが寄っています。プロレス飛行青年がサイドのヘッドロック、ロープに走った。ショルダータックル、譲らない。川田走る、お逆水平をかわしたダッキング、逆水平チョップ、胸を突き出し耐えている。さあもっと打て、ならば打とうか。あなっ柱の強い男が睨み合う睨み合う、早くも重低音ストッピング攻撃だ。抑えられない劇場がこの後楽園ホール、熱い思いが今ら散らしております。押し込んだ、投げた、川田スピンキック、巻き込むようなスピンキック、
いやいや桃田さん序盤戦から熱くなりますね。これはそうですね、もう気合い十分だと思いますね、はい、桃田さんはこの一戦どのあたり注目されますか。やっぱり何ですか、調整大軍が馬場さんを下何ていうんですか後ろに控えて、どういう風な戦いぶりをするかっていうのが見ものですね。まあ、先週放送岐阜大会では三沢、小橋、浅子組対ジャイアント馬場、淵、小川組の一戦がありました、まあ、最後は三沢が小川をタイガードライバー仕留めているんですが、桃田さん、この馬場選手が加わるだけで、まあ、シックスメンタッグマッチ楽しみ方により一層この奥行きが出てくるんですよね。そうですね、やっぱり馬場選手に対してみんながガンガン攻めるというのを、はい、その馬場選手がもうどこまで要するに騒いかっていう ね、それを見るだけでもみんなやっぱり興奮すると思いますよ、若者の向上心、そしてベテランの意地がこの四角いリングを今宵も包み込むことでやりましょう。さあ今度はジャイアント馬場、そしてジュニアチャンピオン淵正信、組合う前から早くも苦み走った表情です。淵正信、馬場選手は常々言っておりました、格下のレスラーが動き回り、そして中心に強い選手がいる、今まさにそのような光景でありました。さあヘッドシザースに捉えておりますジャイアント馬場です。川田がカットに入りました。いきなりのフレームインでありました、驚きました。いやー桃田さん、馬場選手相手にも容赦ないですね。そうですね、さあ今度は田上明です。ダイナミック T の異名を取ります。先々週の放送の盛岡大会、長州大軍対正規軍のシックスメンタックマッチ、この田上が小橋健太を、まあ、これ以上ないような高角度の喉輪落としに仕留めました。さあ馬場選手が振りました、逆水平チョップ、おーラリアットでも、桃田さん、この田上選手のカイナ力っていうのは尋常じゃありませんからね。そうですね、小橋選手をぐわっと持ち上げますからね。そうですね、エルボードロップです。しかしどうでしょう桃さん、このさすがの田上もう馬場相手に喉輪落としってのは難しいんじゃないですかね。そうです、だけど試みてほしいですね、さあバックの取り合いだ、コブラツイストジャイアント馬場です。旗揚げ22年目の94年、今年も明るく楽しく、そして激しいプロレスを標榜いたしますジャイアント馬場、6000試合出場に向けてまた一つ戦いを積み重ねていきます。さあコブラツイスト、いささか顎を突き出し、どうだ参ったかと言わんばかりに放ちますジャイアント馬場であります。昨年末の世界最強タッグ決定リーグ戦では土つかずの準優勝でした。なかなかやるな淵と一つになりました。さあそして五冠王の三沢のリングイン、初初っ端挨拶代わりのドロップキック、現在三冠ベルト V6 連続防衛中です。2年連続五冠王として迎えた今年の新春ジャイアントシリーズでありました。マスクを脱いで4回目のお正月でありました。そして桃田さん、次期シリーズから1シリーズ1武道館へ突入します。この武道館の主役は有利を追いますこの三沢となるでしょうね、当然そうだと思いますね、まあ、要するにまあ、武道館が最終戦に次のシリーズ控えてますので、当然大きい試合が組まれると思いますし、まあ、鶴田選手も復帰間近だと聞いてますしね、そうです、楽しみがいっぱいあると思います。さあ次期シリーズはその名もエキサイトシリーズ、その興奮が早くもこの新春ジャイアントシリーズ最終戦からずっと延長線上にあることでしょう。さあ田上 VS 小橋健太、さあそして川田俊明です。このシリーズの川田は試合後控室でもとてもこの満足げな表情をしております。どうでしょう桃田さん、やはり調子の良さを表してるんですかね。そういうことだと思いますね、やっぱり自分の調子が悪い時ってのは本当に憂鬱になりますからね。そうですよね、まあ、時に寡黙な川田選手なんですが、非常に試合後もサバサバさっぱりとした表情をしております。そして同じ正規軍の淵選手は、まあ、眠れる獅子を叩き起こして、そして怒らせてしまった感じ、本当に味方でよかったなと言っておりますけども、これは本心でしょうね。そうだと思います。対角線に振りました川田です。あ、カウンターのキック小橋よく見ている、あ、ショルダーアタック、オレンジクラッシュ、みかん色の青春全開でやります。さあ
伊佐川が決まりました。エルボースマッシュ、いつからも走ったレフトハンドのラリアット、一回転しながらの着地、アウトアツです。この三沢光晴、24時間前のタックマッチでビッグジョンロードのドロップキックを、まあ、右の脇腹あたりに受けまして少し痛めております。あばら骨のあたりです。まだ今日も若干痛むとは言っておりました三沢であります。胸のあたりを痛められるようなことがあるとちょっと心配な展開になります。あ、逆側です。右の脇腹のあたりです。さあ腹部を狙っていきます。ジュニアチャンピオンの淵正信、さあエルボーで詰め寄った。赤コーナー、自軍のコーナー、さあ馬場が入って、あ、振り子のような長い足でキックを放ちました。両の手を合わせます。全日マットの生え抜き、淵正信、さあいつ鬼になるのか、ちょっと劣勢の赤鬼であります。さあ脳天チョップ、敵軍のコーナー、田上明が出てまいりました。さあ田植えを自軍のコーナーに寄せて、さあおー2位を突き上げました馬場です。そして小橋が入ります。この田植え四天王の一角を占める田植え明でありますが、高々と抱え上げられました小橋健太、これ見よガシガシの同点砕き、ブレインバスターであります。田植えは92年の7月にハンセン、そして93年の2月三沢が持つ三冠ベルトにチャレンジしております。桃田さん、この田植えももちろんこの三冠に照準を合わせているということになりましょうね。当然そうだと思います、ね。さあそしてゲンチャンピオンの三沢光晴、セントン背面落とし、十分な体重を相手に預けました。ファントアツロープに振りました。走った、フライングボディアタック、そのままカバーした、和田恭平レフティの手はカウントは2です。また走ったドロップキック、蹴る瞬間まで見ることができるのが正しいドロップキック、あるべき姿と言っていた。さあ小橋健太スライディング、これもちゃんとヒットする寸前まで見ておりました。三沢がエプロンサイドから飛んだエルボー、ダイビングエルボー、エプロンサイドから三沢光晴、世界タッグチャンピオンチームの小橋三沢の連携がありました。三沢が飛びますよ、オンザトップロー、エルボー、ダイビングエルボー、世界のエルボー、カバーする、カウントアツ、現段階それほど胸にはダメージがないようです。さあタイガードライバー持ち込む、後ろから一瞬川田がカットに入ろうとする、今度こそ腰を落とします。サウヤキルです。川田が入った、大技が出ました。正規軍タウヤキラの喉輪落としでやりました。さあ顔面蹴りです、連打でやります。相手の出方を見ているかのような川田俊明の表情、まあ、このシリーズ左足には分厚いテーピングがなされておりました川田選手、まあ、キックを得意とする選手だけにそういった面では不安があるんですけども、不安をみじんともまあ感じさせないシリーズでしたね今年ね。そうですね、まあ、たとえ痛みがあってもですね、はい、表面には絶対出さない選手ですから ね、 そうですね、もう常に表面に出すのは投手だけ。あ、バックドロップ、その投手の塊バックドロップ、時に垂直落下式、いわゆるデンジャラスバックドロップのような形もなります。まあ、試合もその左足のテーピングをハサミで切る姿がなんとも痛々しいんですが、それとは対照的に川田選手の表情がとても満足げなんです。今シリーズの川田俊明、現在30歳、さあ淵がトップロープ、もうすぐ40歳、チョップを落としました正規軍。さ
やどうでしょう、桃田さん、現段階では次期シリーズ、まあ、武道館大会のカードは発表になっていないんですが、はい、やはりこの三沢を痛めることによってなんか自分たちのアピールということも考えてるんでしょうね。当然あると思いますね、まあ、あの川田選手にしろ、はい、田上選手にしろ、はい、まあ、あのシングルもありますしタッグもありますし、はい、両方狙いたいところだと思います ね、現在正規軍では唯一のベルトホルダーということになります、淵正信ジュニアチャンピオンです。さあスリーパーホールドです。さあスリーパーホールド、そして同時目スリーパーの形に入りました。さあ馬場選手の大きい背中がフレームインいたします。カットに入ろうとしているのか、何か声を出しておりますジャイアント馬場。この6選手がいつ何時分断セパレートするか、大きな試合のうねりはその瞬間に訪れることになりましょう。淵正信、アスナロー選手の指導にも非常にこの熱心な淵選手、首根っこのあたりに足を置いていきます。さあ田植え入りました。十分な体勢からギロチンスロー、そして馬場小橋を睨み返しました。カットに入れるもんなら入ってみようと言わんばかりの田上明、ダイナミック T。 さあまさに挟んだドリルアホールパイルドライバー、完全にはヒットしておりません。足を伸ばしました。一瞬ヒヤリとしております。後楽園ホール2100人、超満員のお客さんです。さあまたトップロープを使うか、今度はコーナーパットです。さあ三沢の動きが止まってきました。ほうほう、またです、またです、こだわります。このこだわりが田植えの良さなんですが、三沢がエルボーで返した。すぐさま淵が入る。いや普通桃田さん、このカットプレーというのは味方の選手がほとんど動けなくなってから入るんですけど、そうですね、今のは違いましたね、違う目的で入ったようなカットプレーでした。あそこら辺があの淵選手のやらしさっていうかね。そうですね、まあ敵にしてみればね、嫌なところですね、うん、本当にね。さあ94年のファーストシリーズ、この新春ジャイアントシリーズの最終戦メインイベントを迎えております。さあ序盤戦、この三沢光晴捕まっております。正規軍ペースと申し上げていいでしょう。河原俊明が若干不安のあるこの左足と、そして右足で三沢光晴の首ネックを捉えております。馬場が上半身リーグの中に入っております。さあ小橋もカットに入ろうという馬場のカットプレーです。長い足を振り子のようにサッカーボールキックです。さあ三沢が完全に捕まっております。ここでこの三沢相手に一泡吹かせるか、あわやこのピンフォールを奪うことができれば次期シリーズエキサイトシリーズの日本武道館大会、この河野俊明も三沢相手に大きく絡んでくることになりましょう。さあ淵が入ります。どうでしょう桃田さん、これほど長い時間三沢が捕まるというのは珍しいことなんじゃないですか。やっぱり軽く脳震盪を起こしてるんじゃないかと思います、ね、なるほど、はい、あのやっぱりずっと後頭部攻められてますんでね、あの反撃には出るんですけど、あのそれが続かないですから ね、 なるほどね、後頭部を攻められると当然この頭部が垂れる、やはり呼吸が荒れている時に頭部を垂れ続けるというのはかなりこの貧血症状にもなるでしょうね。そうですね、あのなんていうんですか、あのふーっと 何やってるのかなっていう瞬間的に思うことが多いんですよね。ああ、なるほど。さあ指示を出しました、川田に指示を出しました。エプロンサイドから何か出すようですよ。お合体しての、いや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 、脳天食い地で上げます。女性ファンの三沢ファンという悲鳴が館内をこだまいたします。後楽園ホール、
さあこれは放送席からちょうど向こう上面とポジションということになります。あ、今度はテッサグだ、テッサグ、鉄柵に胸を当てました。目を強くつむり天を仰いでおります三沢光晴。女性ファン、そしてちびっこファンの声が飛んでおります。超満員後楽園ホール、足を伸ばします。淵とそして川田がアーリバントにリングいたします。したい放題正規軍、円髄にニードロップです。体を返して逆手指固め、カウントはすぐ。あ、ちょっとやはり左の胸のあたりを抑え始めました。これが24時間前ビッグジョン・ノードに受けたドロップキックによる後遺症なのか、はたまた場外戦の後遺症なのかは定かではありませんが、いずれにせよちょっと心なしか顔色が変わってまいりました三沢光晴です。さあまたトップロープを使った反則技に出ます。あ、これはトップロープウェーブと申し上げましょうか。いやー、これは桃田さん、こういう技はどういうふうにして淵選手は思いつくんでしょうかね。いや本当に、なんて考えられない技を作りますね。まあ、相手にしたら本当に嫌ですね、必要に攻めてきますからね、さあ組み合ったがっぷり四つだ。さあ小橋が手を伸ばしている。さあ馬場も手を伸ばしている。さあこれで持ち上げて一つ投げることができればタッチは可能ですが、田上です、田上です。何度も首を振り、悪い汗をかいております三沢光晴。さあコーナーバット使うか、吊るすか、吊るし上げです。いやー、まさに正規軍、鬼の集まりであります。さあカットプレーに入ろうという小橋を三沢が制している。いや、川田が制している。三沢絶対絶命の大ピンチ、崖っぷちであります長子大軍プラスジャイアント馬場長子大軍。外国人芸のみならずこの日本人芸からも集中砲火を受けることがこの90年五冠を三沢光晴の、宿命とも申し上げていいでしょう。ロープに振った川田も走ったラリアット、アウトはツー。さあ今一つ田上に指示を出しました。合体するか合体するか、元世界タッグチャンピオン合体する、バックドロップアンド喉輪落とし、喉輪落とし、危ない危ない、三沢返せるか。足を伸ばしました、足を伸ばしております。ロープブレイク、さあストレッチプラムに入ろうというところ、ご覧ください、気迫あふれるこの川田の表情。三沢を捉える、三沢をギブアップに行くぞ、気迫みなげる川田の表情。さあ淵が小橋を岩石落とし、その炎上を受けてバックアップを受けて川田が三沢にストレッチプラム入っております。さあ試合時間20分を経過としました。さあ今度はパワーボーダー、連続パワーボム、小橋だ、そして川田だ、カウントアツ、カウントアツ、連続パワーボム、最初は田上、続いて川田、かつての世界タッグチャンピオンチームが放ちました。そして淵が加わります。最後の仕上げはこのジュニアチャンピオン淵正信に委ねようというのか、カバーします。カウントは2。さあ両の足を取った、全体重を預けて、カウントは2です。いや、やっぱり三沢選手かなりダメージが出てきてますね。そうですね、
これはタッチがたとえ成立してもその後なかなか復帰するのは難しいんじゃないですかね。難しいところだと思いますね。円錐切りです。もう首を前から後ろからもう集中的に攻撃されてますんでね、はい。94年最初にしてそして最大のピンチを迎えました五冠王三沢光晴。三沢31歳そして淵正信もうすぐ40歳。さあまたまたバックドロップか腰に手を回した危ないぞエルボー。さあタッチするかタッチするか、あーっと歩けない歩く前進すらできない。ひざまずいております三沢光晴エルボー。さあようやくジャイアントの鬼タッチが成立しました。十分なエネルギーを蓄えてジャイアントは逆水平チョップロープに振った。さあ淵正信を手玉に取りますジャイアント馬場です。ロープに振った。さあ足を上げるか16問キック16問は約40センチです。さあほっぽり上げた体を場外に転落させました。そして淵正信にDDT かジャイアント DDT か背後からは田上明だ。さあ試合が動き始めてまいりました。さあ田上を場外に出しました。フチ VS ジャイアントのバさあこれはジャイアントバックブリーカーですね、巨人式背骨折りをやります。さあ6選手が分断されそうだ。リサバがカナダをフェイスロック。そして小林が田上をスリーパーホールド。そしてジャイアントバックブリーカー巨人式背骨折り。さあどうだ淵正信淵正信どうだギブアップしてしまうか。今一つの大きな山を迎えました。さあ淵正信が打点の高いドロップキック。試合の権利があるのはジャイアントバーローリングタッチ体が出ました。対角線に対峙した叫びながらラリアット。2m9cm ぐらつくぐらつく世界の巨人ジャイアントバは。さあどうする掴んだ掴んだいくか上がるか上がるか上がるか喉は落とし。カウントはツーカウントはツー。さあこの試合の熱きうねりが後楽園ホールを訪れました。外にまだ残る雪を溶かすような熱い熱気興奮のるつぼと化しております。フライングメイヤーからさあ行くかさあ行くかさあ行くか。さあ円形のスリーパーホールド行ったパルトシヤキ。さあそして川伊沢が入れない。伊沢が場外です伊沢が場外です。さあこのジャイアントババを捉えた川田が捉えた。さあまさかまさかババがギブアップかギブアップかババがギブアップか。さあ伊沢が伊沢が今エプロンサイドカットに入るかカットに入るか。さあ小橋が入れそうだオレンジフラッシュ小橋健太入りました。さあ馬場が先ほどは三沢がそして今度は馬場がピンチに陥っております。94年のファーストシリーズラストマッチ外貨を上げるは聖大長寿大軍かはたまた聖騎軍か。馬場が振ったジャイアントキッチンシック飛ばし入ります。さあメインイベント6面タックマッチ25分を経過としました。逆水平チョップ手先にチョップあヒップダウンヒップダウン小橋健太幾分目も後ろか小橋健太。正規軍の淵と川上が何やらコミュニケーションを取っております。嫌な予感がいたします。さあ連続手先に今度は小橋健太お互い一歩も譲らぬ激しいバトルとなってまいりました。走った顔面蹴りあー逆襲逆襲。いやー桃田さんまさに1を放てば2を返すどっちも譲りませんね。本当ですね、息をもつかせぬシックスメンタックマッチ試合のモメンタムが行ったり来たりであります。トップロープのギロチンホイップ
もうまさにリングから湯気が出そうな熱いシックスメンタッグマッチ。向こう正面です、小橋が場外、田上が追います、マットを引っぺがした。さあ床の上で DDT です。プロレス人間殺虫剤、瞬時にして離しました。三沢も先ほどは場外でしたたかやられました。今度は小橋が料理されてしまうのか。最終戦、何が何でも白星を挙げようという気迫がひしひしと伝わってまいります。長い試合になってまいります。で25分を経過しております。独自のリズムで力強い豪快な技を繰り出していきます。田上明、口につなぎました。勢いに乗ります正規軍、バックに回った、低い体勢からバックドロップ。このバックドロップの連打でジュニアのベルトを守ったこともあります。川田が入ります。合体しそうだ、正規軍合体する、ホイップしてラリアット、ホイップ&ラリアット、カモンカモンと田植えを招く。今度は田植えに、お前にも楽しませてやろうという口政ラブ、振った、やった、スーパーのドア落とし、広角度のドア落とし、技へのこだわり、カウントは2です。いやー、目がうつろになってきました。桃田さん、今度は小橋先端健太選手が危うい状況ですね。これはそうですね、ちょっと今あの連続して大技を食ってますんでね。はい、さあ、おっと体勢を変えました。上が小橋です。カウントは1つ。さあ、馬場にタッチをするか。しかしタックロープを掴んでおりません。ジャイアントの馬、タックロープをつかない状況でのタッチは無効とみなされます。見てこそわりかな、高々と上げました。大きくホイップした田上、アウトです。先ほど序盤戦、三沢が捕まり、そして今度は小橋健太の動きが止まってしまいました。超時代軍プラスジャイアントは超時代軍がピンチ迎えております。さあ、ツームストンのパイルドライバーか、したい放題だ。カウントは2。さあ、こうなってくるとあとはジャイアントの馬選手に頼るしかないんでしょうか。サッカーボールキック、馬場が手を回しております。非常に今宵は登場機会の多い淵正信、三沢が小橋の指示を出します。まだ今日は一つも大技が見られません。小橋健太、水平チョップを放すたびに館内が沸きます。お客さんは期待しております。速射砲、いわゆる小橋健太の青春三倍速の逆水平チョップはまだ今日は見られません。いやいや、あっという間に30分を経過いたしました。60分の一本勝負のシックスメンタックマッチ。さあ、三沢がカットに入るか。キャメルクラッチです。淵正信、しぶとい情け知らずの正規軍、ラリアットというかチョップというか何はともあれ、かいな力でガツンといったラリアットです。おほー、カウントはすぐ。さあ、あと15センチというところで三沢とタッチが成立いたしません。さあ、桃田さん、どうしましょう、これは。いや、本当にあのなんていうんですか、正規軍の攻めが、なんていうんですか、厳しいですね。そうですね、さあ、これはブロックバスターに行くか。
何か声を出しながら一瞬なんかジャンプするような感じで行きましたね、あららら、今モーさんご覧になりました、踏みつけてください、ふてぶてしいタッチの仕方です、サウエアキラ匂うようなふてぶてしさです、さあ起き上がりこぼしチョップだ、そのたんびに汗がミストとなってリングの中に舞います、さあ髪の毛をつかむのは本来反則ですが、あ起き上がりこぼしチョップももう小橋が起き上がれないくらい、ボンさんも下半身がグラグラなんでしょうね、これね、腰の力ちょっと入んない、はい、アウト2、さずなみのような重点をストンピング攻撃、時短打を踏んでおります、オラックにコール2戦超満員のお客さん、さあ2枠起こりました、小橋コール防戦一方、小橋健太足を取ったタックルパート、うーん、しかしこの後技が出せないか、小橋、あカウンターの蹴り、ラリアット、ラリアット、あ前進できない、前へ前へ、さあ小橋がタッチできるか、三沢が出た、さあ先ほどまでの返した、走ったエルボーだ、さあ川田と淵尾城が追いやって、そして三沢が、あ旋回式の岩石落とし、ツーカウント、序盤戦から中盤戦にかけてかなり色濃くダメージが残っておりました三沢光晴です、まだダメージが残っているのか、ちょっと動きに本来のキレがありません、ジャンピングキック三沢が走る、あカウンター蹴り、今モーさん顔面ですか、いや顔面ですね、顔面にもろに食ってますね、はい、今ね、ダウン三沢光晴ダウン、五冠王ピーチ DDT、 そして一つ出してこの技の持ち主ジャイアント馬場を睨みました、ヤシの見張りだ、馬場は微動だに出しません、この辺りのふてぶてしさも桃田さん随分とすごくなりました、桃田そうですね、ただね、タウェはエルボー、そして馬場だ、よくも私のヤシの見張りを脳天チョップ、初代か何はともあれ馬場の持ち味、さあジャイアント DDT に行こうというところを顔面かきむしり、おっとおっとおっとブレインバスター、馬場の体がゆっくりと弧を描いた、通過、さあ馬場がピンチ、さあタウエが入る、30センチの16本キック、40センチの16本キック、ネックブリーカードロップだ、場内が沸く、馬場カバーする、2カウントです、いやどちらが勝ってもおかしくない状況になってまいりました、馬場が小走りタッチです、35分も経過いたしました、長い長いシックスメンタックマッチ、さあ出ます出ます、青春3倍速の速射砲、押し倒した、起き上がった、ゾンビのような小橋健太、打った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 、そして押し倒した、のど輪落とし、おーおーおー、スーパーゾンビだ小橋健太、桃田さんどうですか、いやすごい精神力だと思いますね、これを今見て夜中に見ている受験生諸君、勇気を持ってください、元気を与えられてください、画面からこれ炎が見えてくるようでしょう、カウンター2、さあもうすでに35分が経過しております、シックスメンタックマッチ、ショルダースルーだ、タウエが返した、不当不屈の精神だ、ダイナミックティーどうする、足元よらついた、しかしロープは背にしていない、やったパワースラムだ、口です、口はその分につなぎました、
淵正信の正は正義の正、淵正信のノブは信頼の信、淵正信もうすぐ40歳、ミスタージュニア空中同時目落とし、ツーカウント、もう踏みつぶしです。おおほうほう、いやー赤鬼来ました、赤鬼です、赤鬼変身パフォーマンスと見てはいいでしょう。これは入ると人格が変わります。淵正信、この行為に対して淵イコールです。淵らしさが出てきたというお客さんの率直な気持ちでありましょう。インズイギリ淵、さあ低空ドロップキックを出すのか、さあ早く拳を握ってほしい小橋健太、ブロックしました、見ています。バックマットジャーマンか、バックを取り返したジャーマンか、ロープに走った、さあローリングクレイドルか、倒した、回した、回した、回せてしまえ、回転ユリースガサベ、あーたくさん回ってます、カウントは強いです。持てる限りの力を余すところなくシックスメンタックマッチぶつけております。四天王プラスジャイアントババ、そして淵正信、ボディースラム、そしてギロチンドロップか、ならば皆さんご一緒に握ってください。さあそして、あー川の仕上げが入りました、その間に淵が起き上がりました、三沢カットに入る、三沢が淵にエルボー、さあ武器を入れ替えました、ショルダータックル、ダイビングショルダータックルです。ギロチンドロップエンズイ、さあ勝機はいつ何時どのような形で訪れるのか、おやおや、これはダイビングギロチンドロップか、この距離は間違いないでしょう、光ったダイビングギロチンドロップ、体勢を入れ替えろ、カバーした、ツーカウントです。さあ馬場が脳天チョップ、田植えを捉えた、場外にほっぽり投げました、しかし三沢、そして川田がまだリングサイド残っております。今度こそだ、今度こそだ、さあ握った、オレンジ KK ムーンサルトプレス、いった、カウント3、カウント3、全日マット94年ファーストシリーズラストマッチ外川、少子大軍、いや少子大軍に外川が待っております。ジャイアントコングラチュレーション、馬場、三沢、小橋健太組、最後はこの小橋健太のムーンサルトプレス、長い長い勝負タイムでありました、なんと39分と2秒、いやーもう最高でしたか、いやー本当にいい試合だと思いますけどね、正規軍がですね、もうほとんどのパターンで押してたんですよね。そうですね、まあ、だけど最後はそこ意地を見せて、やっぱりあの調整大軍、超時代っていうか、そうですね、やっぱり実力をここに見せたっていうか、ね、はい、それにしても馬場選手が1枚かぶとやはり強いですね。そうですね、精神的にみんながやっぱり強くなります、ね、なるほど。さあ新春ジャイアントシリーズはこれにて終了であります。タイトルマッチはなくとも次期シリーズにつながる幾多の伏線が張り巡らされました。そしてその次期シリーズは興奮の短期決戦、その名もエキサイトシリーズ、いかなる展開を見せるんでありましょうか、どうぞご期待いただきたいと思います。解説は桃田光雄さんでした。桃田さん、次期シリーズもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお届けしました。どうもありがとうございました。